藤波豪一以下先鉄小蔵集より岩崎肝炎岩崎肝炎天保13年1月29日は江戸時代後期の本蔵学者。本蔵図譜の著者である。江戸下屋、現在のお勝町に生まれる。縄津根正、通称玄蔵。父親は直参の価値である。本蔵学を小野ら山に学び、若年から本蔵家として薬草採集を行う。 文化6年に、勝みならいとして出資した。文化11年、関炎28歳の時、八代広方編の、古今洋蘭行の編集、図版制作の手伝いを命じられる。文政3年に、小石川果女地の一部を対応され薬主食場を、設けた。著書に、本蔵図譜、草木育種、旧孔本蔵通会、日光山草木の図などがある。本蔵図譜のわさび、 本蔵図譜は二十歳代から準備を進め二十年をかけて作成され、文政十一年に完成した。これまでの本蔵書の図版が欠落していたり、精密さに欠けることに不満を感じた関円が、関縁が自ら描いた二千種の図を集大成したもので、九十二冊からなり、理事陣の本蔵項目に従って配列された。五巻から十巻は木版印刷して出版された。 その他は、模写によって配布された。描かれた植物は自ら写生したもののほか、ヨハンビル・ヘルム・バインマンのカフからの天才も含まれた。ありがとうございます。